はい、皆さんこんばんは。山上ファクトリーです。お元気ですか？はい、土曜日ですよ。はい、で今日はマッチ箱アートエピソード26話目になりますね。早くも26話でございますよ。今日の場所はね、踏切、これもマッチ箱の作品でしたね。はい、そして今日の衣装というの、服はいつも黒ばっかり着てますからね、黒じゃないやつを着ました。で今日はコレクションボックス苔編ね。苔って素晴らしいんですよね。ぜひご紹介したいと思って今日はね作りましたよ。はい、あとね今日はね久しぶりにですね、出ますよ、音楽、歌、マッチ箱。あとね今日はねレスポールじゃないですよ。今日はアコギでいきますよ。これね、出ました、フォークいきますからね。フォーク4畳半じゃなくて2畳半フォークみたいなちょっとねできたばっかりの曲を、地味にやりますからね。まあそれはそれで終わったというか最後にやりますからね、ぜひご覧になってくださいね。はい、はい、では今日もやっていきましょう。マッチ箱アートでゆったりとお楽しみください。土曜日の夜でございました。はい、じゃあ後ほど。はい、では始めていきましょうね。マッチ箱に今日は苔ですね。苔っていっぱい売ってるんですよね。こういう100均とかにいっぱい売ってますし、道端にも生えてますからね。それを使ってコレクションボックスを作ってみたいと思いますね。私は苔好きなんですよね。はい、すいません。はい、で、コレクションボックスの台座っていうかね、それはこういうちょっとこうオーガニックな感じのね素材を使ってね、こういう袋のこういうやつとかもね切り取りましてですね、これをまあ薄い板に貼るわけですね。で、そしてその上に、モスを乗っけるわけですね。これ大体マッチ箱のサイズに合わせましてね、まあこれを後でね、やるわけですけど、こういうね薄い木をですね、紙だけだとねどうしても不安定なのでね、こういう台を乗っけてちょっとこう、しっかり固定するわけですね。はい、はい、表と裏ね、間違った時のためにね2箇所裏と表貼っときましたんでね。はい、で、いきましょうね。でまあコレクションボックスといえばこういうネームプレートですね。プレートとかではちょっとおしゃれな感じがね出てくるわけですけどね、これをつけますね。で今日はライトはもう一発だけですね。このプレートを照らすというやつだけになりますね。一発真ん中からちょっと前方からボックスを照らすというようなスタイルにしようかなと思ってますね。はい、で一応ねライトの光はねちょっとあったかい暖色系のねオレンジみたいなやつですね。で外側はねニス塗りますけどね、最終的にウォールナットでチャカチャカチャカってね塗っちゃいましたね。ちょっと渋めの感じになります。でこれが、先ほどの板というかね、にこれをネームプレートに乗っけて、大体、どういうレイアウトにするかというのを考えながらねやってますね。そのモスの大きさにもよりますからね、苔のね。で苔はもう厳選してですね、私が選びましたんですね、苔ね何種類、まあ3つでいこうと思ってますね。これ素晴らしい苔なんですよね。おすすめでございます。苔をおすすめするっていうのもなんだかね素晴らしいんですよ。苔と思えないほどのね素晴らしい、もう顕微鏡でもほんとルーペで見てもね大きなね、木とか花に見える、まあ草に見えますね。素晴らしいね。でこの3つをちょっとね、今日は作ってね、あとアクセントとしてねちょっと隙間とかにこういう木ですね、木というかこれも苔なんですよ。苔のこの人たちがの生えてた木なんですけどね、そういうのを使いますね。はい、で、こちらはねボックスの、ね、下にこういうねこのなんていうのかなクッションみたいなのをちょっと置いてですね、でこちらに、入れますね。はい、ちょっとねこう一番後ろよりもちょっと前の方がいいかなっていうのを思って作ってますね。はい、で電気をつけましたね。こんな感じですね。まあね、個数とかはねそのものの大きさによってマッチ箱ですからね、どうしてもちっちゃな、ね、ライトをつけてねこんな感じですごく綺麗ですね。はい、これで今日の苔の
コレクションボックス、こちらで完成となります。ありがとうございました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうかね。コケのコレクションボックスね、割と手軽にできますから、皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、今日はねちょっとね服が違うからね、なんかちょっと違和感ありますけどね、今日サラリーマンになってますねはい、そんな感じですけどね。はい、で今日はね、あとポイントってことはないですけどね、久々に出ますよこれがね、ま、ザ・マッチボクサーズ登場みたいなね、バンドですよ。バンドつってもない、自分がクローンでやってるだけですけど、でもまあ新曲ができましたからね、新曲作ったんで、それをちょっとね、まだね完全に完成ってわけじゃないですけどね、なかなかね難しいですが、ぜひ聴いてみてください。なんかねしっとりと、フォークな感じで、いい感じの心の探し物みたいな、そんなようなタイトルの曲なんでね、見てくださいね。じゃあまた来週お会いしましょう。お元気で。今